カテゴリー、アーケードゲーム作品カテゴリー、大型筐体ゲームカテゴリー、エレメカパンチングマシンパンチングマシンとは、ゲームセンター等にある遊具の一種で、ポリウレタンやスポンジ等の当て物が施された、打撃対象面を殴ることで、パンチ力を測定する体感型業務用ゲーム機の俗称。パンチングマシンは、遊技機器の中では、古くから見られる装置で、19世紀末には、 すでにこれに近い遊戯装置があったと思われる。オークションサイト、ファーストデブスには、1900から1910年製とされる、もの、および1910年製の2種類の、パンチイコールアイコールバッグアーケードゲームが、出品されている。他にも、例えば映画、パリオーダンラトラバーセデパリの中で見られる。この遊具では、挑戦者は、所定の代金を支払って、ハンマーで、 打撃部分を殴りつけると、レールに取り付けられた重りがテコによって跳ね上げられ、規定以上の打撃力が与えられた場合は、レール先端に取り付けられたベルが鳴るというもので、規定に満たない場合でも重りの上がった高さを測定、この高さに応じて景品が与えられるという優遇で、力自慢の若者が自分の力を固じしたりするのにも利用された。後に、打撃力をハンマーと重りではなく、 強力なスプリングや圧力計などで拳の威力を記録する様式になり、さらにそれが自動化されて今日のゲームセンターに設置されたパンチングマシンへと変化したと思われる。今日のものでは景品の交換があるのは稀であるが、コンピュータが内蔵され打撃力を精密に測定したり、何回か殴って平均値を出したり、 その日の最高パンチ力を表示する、殴った威力に対応して、表示画面で様々な効果映像が流されるなどの、工夫が凝らされている。現在あるものでは、画面に表示された圧巻の映像が歪んだり、建物や小惑星が砕け飛んだりと、非日常的な効果映像が用意されているものもある。またその一方で、打撃のテクニックを競う遊戯装置もある。こちらは、 打撃力よりも出てきたミットを素早く殴りつけることで得点を稼ぐというもので、モグラ叩きに近いものである。なお、打撃のテクニックを競うものは、パンチングマシンには含まれず、どちらかというと、パンチングゲームと呼ばれている。パンチングマシンの故障は、古くから一般的に広く使われているものではなかった。かつては、パンチマシン、パンチングゲーム、 パンチ力測定ゲームなど様々な故障が混在していたが現在ではパンチングマシンもしくはパンチングマシーンという故障がパンチ力を測定するゲームの一般的な故障となりつつあるなおマスコミなどではパンチングマシーンという故障で使われることが多いが製造元のメーカーでは現在でも使われている故障が異なっているプレイヤーはまず所定の代金を投入し 筐体に付属されているボクシング練習用グローブを装着する。その後ゲームの指示に従って打撃対象物めがけて思い切り殴るとその強さがパンチ力として数字化される。各ゲームによって殴れる回数や演出等の細部は異なるが今日存在するパンチングマシンと呼ばれるゲームの基本部分はほぼこの繰り返しとなる。なおゲーム内で 打撃対象物のことは、パンチングパッドもしくは略して、パッドと呼ばれている。ゲームによっては、打撃対象物が、パッドではなく、パンチングボールやサンドバッグ、人形の場合などがある。パンチ力を測定できる、パンチングマシンの筐体構造には、大きく分けて2種類のタイプが存在する。プレイヤーがコインを投入すると、パッドが自動で起き上がり、 プレイヤーの近くまで接近し、プレイヤーがパッドを殴ると、パッドが、所定の位置まで押し戻される仕組みである。このタイプでは、パンチ力計測の際に、光学のスピードセンサーを使用し、パッドが倒れる、際の速度をスコアとしている。これは、パッドの根本の軌道部分に、数箇所にわたって、センサーを設置することで、その通過速度を計測している。 打撃対象物であるパンチングボールが筐体上部に吊るされているタイプである。プレイヤーがコインを投入し自分自身で筐体上部に吊るされたパンチングボールを引っ張り下ろすことでゲームが開始となる。このタイプでは殴られたパンチングボールが筐体上部にある計測装置が埋め込まれた板にぶつかった際の衝撃の強さをスコアとしている。近年のゲームでは 打撃対象物がパンチングボールからパッドに変更しているものがあるほかボタンを押すと自動で打撃対象物が降りてくるものも存在するパンチングマシンによって計測されたパンチ力は各ゲームによってその算出方法や基準値、平均値、測定可能な上限値が異なっている従って異なる機士官で計測されたパンチ力同士の比較は難しく 同一機種同士でないと、どちらのパンチ力が高いかといった比較をすることができない。また同一機種同士でも、設置店舗によって、メンテナンスの状況等から、スコアの出やすさが異なっているため、異なるプレイヤー間で、パンチ力の比較を行う場合、同一店舗で、プレイしないと、その比較をすることができない。なお、パンチ力の単位は各ゲームによって異なっており、 キログラム、KGW、キログラムフォース、マウント、T などがある。これらの単位は、ゲーム上だけの架空の単位であり、実際のパンチの重さを示す質量の単位ではなく、あくまでゲーム内でのスコアや得点といった位置づけである。これらのことから、アーケードゲームのパンチングマシンを使って、正確なパンチの重さや質量を測ることはできず、 正確な数値を測定するための計測器というよりかは、ゲームの中だけの力比べといったお遊び的な要素のものとなっている。プロの数値パンチングマシンを格闘技のプロがプレイした場合、一般人よりも高い数値が出るが、本気でプレイしてしまうと、マシンが壊れてしまう。プロボクサーの内山隆は、実際にパンチングマシンを破壊してしまったことがあるほか、各 ゲームセンターでは 700kg を超えるスコアを連発していたがパンチングマシンで高得点を出すにはコツがあることを語っているパンチングマシンは他の体を使う体幹型アーケードゲームに比べ体ごと筐体に接触するという特性があるためルールを守らないとプレイヤーが怪我をしてしまう危険性が高くなる他方でプレイヤーの本能的な闘争心や向上心を 刺激する特性があるため、熱中してしまうと思わず、気づかないうちに、ルールから逸脱した方法を思いつきがちとなってしまう。これらのことから、プレイヤーのルール違反に関しては、店舗営業者に注意する義務があり、筐体には、正しいルールでのプレイを促す注意書きや、モニター上での映像やアナウンスによる音声での告知、等で、プレイヤーに注意を呼びかけている。しかし、 それでもルールを守らずにプレイし、捻座や打撲、骨折等をするプレイヤーが後を絶たず、ゲームの安全性が問題視されてきた。なお、パンチングマシンが一時期、新作を出さずに姿を消していたのは、こうした安全性に関する問題が解消されていなかったからであった。禁止事項、パンチングマシンでは、怪我なく安全に、プレイをする観点から、以下の行為は禁止されている。 これらのルールを無視して、怪我をした場合でも、設置点は責任を負わないこととなっている。なお、パンチングマシンは、プレイヤーが直接衝撃を与えるパッドや、体が接触する、可能性のある、筐体全面に関しては、プロテクターのような詰め物を入れるなどして、強固に筐体を守っているが、それ以外の部分は特別頑丈に補強されていないため、プレイヤーが規定を守らずに、 プレイするとすぐに破損してしまう。アメリカでは酒に酔ったプレイヤーがマシンを破壊し逮捕されるという事件が発生している。点検強化、パンチングマシンは筐体とその付属パーツが強い衝撃を受けるため、それらの守りが激しくなっている。特にグローブやパッド、筐体を衝撃から守っているスポンジ状のショック吸収型プロテクターなどは、 不完全な状態であるとプレイヤーの怪我に結びつくことから定期的な点検とメンテナンスを促している。主要アーケードゲームメーカーのうちト東は2007年9月に中古筐体で事故が発生したことを受け発売から10年以上経過したパンチングマシンに関しては予備部品の生産終了に伴いメンテナンスサービスを終了し以後破損した場合は 稼働を取りやめるよう促しているほか、一方で近年発売されたゲームでは、部品の交換を定期的にアナウンスしてくれる機能を搭載している。バンダイナムコエンターテインメントは2017年10月に、パンチングマシンのメンテナンスサービスを終了したほか、セガも、権利を譲り受けしたアトラス製品も含め、パンチングマシンのメンテナンスサービスを、すでに終了している。このため、 バンダイナムコアミューズメント製品とセガ製品が故障や破損した場合は稼働を取りやめるしか方法がない。グローブの使用80年代のパンチングマシンでは筐体にグローブがついておらずプレイヤーは素手で殴っていた。しかし安全面への対策から後に発売されたパンチングマシンからはボクシングの練習用グローブが付属され、 プレイヤーは必ず装着してプレイすることが義務付けられた。なお対等製品では長らくウイニング製のグローブを使用してきたが、現在では安全面の強化から手首が固定されるタイプのものへと変更されている。なおグローブは筐体に紐で固定されているが、紐を切って盗むといった盗難事故が起きており、設置点では監視カメラを設置したり、 紐を鎖に変える、カウンターで貸し出し制にするといった対策を店側で講じるようになった。近年では筐体にカメラを設置したことから少なからず防犯面での抑止力となっている。このコーデはパンチングマシンとして包括することのできるアーケードゲームの種類について発売年代順位で紹介する。機種によって測定可能上限値や平均値。 スコアに対するランク付けなどが異なっている。なお対等のストーリーに沿って進むパンチングマシンでは、ステージクリアに必要なノルマの数値は、テンポの設定により異なっている。一部のゲームセンターでは、海外のメーカーで販売されたパンチングマシンを輸入し稼働させている。これらは、ゲームの音声や説明書きが日本語ではないため、日本語でゲームのプレイ方法を記入した。 ポップ等を筐体に貼り付けている。ありがとうございます。